女ではないけど好きな女の子へのプレゼント何がいいでしょうか。そういった当てにならないので助けて。デロンさん、高田久美の声に似てる。いいね、やっぱお昼の配信面白いわ。私めっちゃ好きやわ、うん、まず高田久美さんの件に関してはですね、そんなに自覚はないですね。はい、で高田久美さんの方がよっぽどいい声してると思います。で続きまして、好きな女の子へのプレゼントね、まあ、本当に付き合いたいって思うなら、まあ、ものじゃないんじゃない、ものじゃないと思うよ。なんか結局クリスマスプレゼントってことはクリスマスで会うの、もうその時の誠意でしょ。食べ物とかカラオケおごるとか。いいなー、カラオケおごるとか、めっちゃいいやん。あ、めっちゃいいわ、めっちゃ青春やんそれ。わー、いいね、好きだわ。いや、それも誠意だよ。自分ができる精一杯、僕はこれができますっていうことだからね、うん、そう、プレゼントすれば付き合えるってわけじゃないからね。その時に一緒にいて、あ、この人とは居心地いいなって思ったら相性がいいってわけだから、うん、デロンさんなら何欲しい？私今欲しいものか、排水口に蓋をして泡がモコ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 って出てきて、排水管の中を泡で吐き出してくれるっていう、そうそうそう、バブルーン、バブルーン、めちゃくちゃあれね、やった、うん、試してみたらめちゃくちゃ良かった。あ、でもあれよ、そのバブルーンをあげちゃダメだからね、その好きな女の子に。そういうのは、あの、付き合って、ま、2、3年ぐらい経ってあげるもんだからね、うん。クリスマスプレゼントにバブルーンあげろって言ったら分けちゃうからな。あの、私が今何欲しいって言われたからバブルーンって言っただけでね。私だって恋人にクリスマスプレゼントで、はい、バブルーンって言われたら、お前の口の中にバブルーン入れたろうかってなるからね。鼻の穴がいいか、口の穴がいいか、耳がいいか、選べって多分言うてるからね、うん。ケツの穴入れんぞっても言ってるかもしれんからね。うん、でも気をつけた方がいいと思う、そこはね。うん、